今日のスタンフォードブリッジはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、チェルシーがサウサンプトンと戦います。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。クラマリッチに注目が集まります。福西さんはこの選手の何に期待していますか？この試合でも得点できるかどうかというところでしょう。今シーズンは目覚ましい活躍を見せています。この試合でもゴールを決めてサポーターを沸かせてほしいですね。こちらがチェルシーの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。こちらがサウサンプトンの先発メンバーです。珍しい 5-2-3 ですね。失点も抑えやすいシステムです。ロンドン南西部に位置するスタンフォードブリッジですが、収容人員はおよそ42,000人。1877年開場のスタジアムです。歴史あるスタジアムですね。チェルシーのキックオフで試合開始です。ボールをドリブルで運んでいます。絶好のチャンスを外してしまいました。これは悔しそう。これはやっちゃったという仕草も出ちゃいますよね。チェルシーがボールを取りました。見事なテクニックで突破してきました。飛びついてしっかり止めました。ウィリアンのコーナー、ディフェンダーに跳ね返って入った。シュートはディフェンダーに当たってコースが変わりました。これはどうしようもないですね。ブロックしようとしたんでしょうが、この角度からも見ましょう。キックオフ、試合はチェルシーがリードしています。トラップミスからボールを失います。チェルシーパスをつなげない。ジェイミー・バーディー、いいスペースにロブを出しました。このシュートを弾いた。ウォード・プラウズのキーパーがコーナーをパンチング。いいボールでしたがここはクリア。このパスは読んでいました。ボールを持って上がります。ボールは中の選手へ。前半開始わずかですが、早くも同点ゴールが決まりました。激しい試合展開が続いていますし、この試合は見どころが多くなりそうです。頭でゴールにねじ込みました。ディフェンスはマークにつききれませんでしたね。一瞬の隙を見逃しませんでした。こちらのカメラからの映像です。
goal for Southampton. Mateo Kovacic. Jamie Vardy. チェルシーがボールを失いました。仕掛けてくるのか。キーパーに渡りました。このパスは簡単にカットされました。ウィリアンがゴールに向かう。副審の旗が上がりました。オフサイド。マテオ・コバチッチ。カンテ。チャンスだ。ポストに当たってゴール。これは助かりました。ポストに当たりましたが、ボールはゴールに入ったようです。ラッキーでしたね。こういうのが跳ね返ると嫌な予感がしますから。チェルシーのリードでゲームはキックオフです。サウサンプトンはサイドに持ち出すでしょうか。クロスが入るか。ファーにボールを入れた。クリアが足りないか。ディフェンス落ち着いていました。ウィリアンがゴールに向かう。ウィリアンがいい位置にいる。 PK です。ここでリードを広げられてしまうとちょっと苦しくなりますよ。主審は PK を指示しましたが、カードは出ないようです。そこまで危険なプレーではないという判定でしょうか。緊張はあったと思いますが、しっかりペナルティを決めました。しっかり決めましたね。落ち着いていました。別のアングルからご覧ください。試合後の選手たちは監督から相当な激が飛んでくるのを覚悟しなければならないでしょう。チェルシーがボールを取りました。プレーは止めません。主審が流していますね。崩してきた。ボールがこぼれました。クリアできるか。このチャンスを逃したのは痛いですね。選手本人が一番不思議に思っているでしょうが、なんで決められなかったんでしょう。ボールを奪われました。ウィリアン。しっかりとしたディフェンスです。このパスはカットされました。コバチッチ。ドリブルで、さあどう来るのか。アダマ。キーパーがっちりキャッチ。またも見事なセーブです。アドバンテージが取られています。チェルシースペースへのボール。クラマリッチ打ってきましたが大きく外れてしまっています。主審がプレーを止めました。イエローカードが提示されます。先ほどのプレーでファウルがあったようですね。今のところポゼッションはチェルシーが上回っています。要所をきちんと抑えていることがこの結果につながっているんでしょう。この後も得点シーンを期待できそうです。チェルシーがボールを失いました。パスカット。クラマリッチ走り込んだ味方にスルーパス。ゴールにつながるプレーとはなりません。
マテオ・コバチッチ。チェルシーパスをつなげない。アダマ、ボールを前に運びます。チェルシーがボールを取りました。マテオ・コバチッチ。チェルシー狙いたい。クラマリッチ、決まった決まった、ゴールです。至近距離から決めてきました。何度見ても見事なゴールですね。ディフェンダーもついていましたが、対応も見事、判断の良さが光りますね。別の角度からご覧ください。サブの選手がピッチに向かいます。試合はどうやら一方的な展開になってきています。前半が終了します。後半が始まりました。このままワンサイドゲームとなるのでしょうか。相手ボールになりました。これはよく見ていた。このボールは止めただけ。クリアできるか。今のようなゴールチャンスは滅多にありません。冷静に狙ってほしかったですね。ジェイミー・バーディー、カウンターからゴールを狙いましたが、ボールをキープできません。チェルシーがボールを失いました。スローインで試合が再開となります。アダマ、いいクロスだ。カンテ。 EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、チェルシーが次に対戦するのはアーセナルです。どちらも相手にとって不足はないですね。見逃せないゲームになるでしょう。サウサンプトンの次の試合ですが、いかがでしょうか。次はクリスタルパレスです。プレミアリーグでの対戦ですね。面白い展開が期待できそうです。ワードプラウズ、このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。何かしてきそうですが、さあ上げたい。タックルでプレーを切りました。コーナーキックです。ここで笛、プレーを止めます。イエローカードです。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。見事なタックルです。アスピリクエタ、これは見事なパスカットです。走り込む味方にバーディーのスルーパス。厳しいタックル。いや危ない。ジョルジーニョ、チェルシーが入ってきました。いい形です。ワードプラウズ、ジェイミー・バーディー。バーディーがチャンスだ。ゴール。これで点差が縮まりました。まだまだ苦しい展開ですが、選手も頑張っています。同点もありえますよ。これはもう自信にあふれているという様子がうかがえます。この角度からも見ましょう。選手交代です。ピッチを去る選手にサポーターからは大きな声援が上がります。交代するのがもったいないくらいですね。
晴らしかったです。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。自在にパスを通していますね。これは見事なインターセプト。ボールは相手に渡りました。絶妙なロブパスです。何を狙うのか。サイドから中を狙うジェイミー・バーディー。今日3点目かと思いましたが、このチャンスは逃しました。ちょっとハットトリックを見たかったですけどね。ただまだチャンスはあると思います。ジェイミー・バーディー決めに来た。このボールはキーパーがキャッチ。キーパーの痛いミス、リカバーできるでしょうか。ボレーシュートを狙いましたが枠を大きく外れました。いいタイミングに見えましたが、ゴールへ飛ばさないと意味がありません。チェルシーが選手を交代させるようですね。レオン・ベイリー、ベイリー、ファーポストにクロスを入れた。これは大きく外れました。ヘディングのタイミングが合わなかったようですね。うまく読んだインターセプト。サイドに展開されましたがここでカット。この試合も残すところあとわずか。スコアは4対2。このままいった場合次のゲームにどう影響するのか。さあチェルシー、次の対戦相手はアーセナルですね。この試合はよく戦って勝利が見えてきています。満足できる内容と言えるでしょう。次のゲームも楽しみです。ベイリー、マークを振り切った。このボールは決定的。ファーボ、ポストに当たった。走り込む味方にバーディーのスルーパス。すでにサポーターは総立ち。入った。ボールはゴールの中へ。さあこれでハットトリックとなりました。これはプレゼントゴールでしたね。空いたゴールに流し込むだけでした。しっかり決めましたね。今度はこちらが、点を取るターン、そんな感じで思っているのでしょうか。再びキックオフです。ちょっと納得がいかないという感じでピッチを後にします。うまく読んでいましたね。相手ボールになります。抜いた。周りを確認したい。もしイエローが出れば2枚目になりますが、1点差では追いつかれる可能性がありますから、これを決めて突き放しておきたいですね。キーパーが止めましたがボールは生きています。このホイッスルで試合終了です。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ご覧の通り絶好調でした。次々にゴールを決めてくれました。